皆様、こんにちは。ピアニストの須鍋あやとです。いつも動画のご視聴、また応援ありがとうございます。今回は700人突破記念ということで、Twitter の方で募集をかけさせていただいて、先着順に、数名の方に、無償でオンラインレッスン、またワンポイントレッスンをさせていただきました。この動画では、その中から、いくつかの動画を実際にご紹介したいと思います。それでは実際の動画をご覧ください。こんにちは、動画ありがとうございます。最初から最後までですね、すごくスムーズに弾かれていて、とても素晴らしい演奏ありがとうございます。まず最初にですね、音の間違いがあったので、そこだけ、お伝えしておきます。2小節目。ここの音ですね、これシのフラットを弾かれていたんですが、ここはラの音です、気をつけてください、そして2段目の同じところですね、頭から数えて6小節目の頭の音も同様にシのフラットではなくてラの音になりますので、ここ気をつけてください、そして今のままでも、とてもスムーズに弾かれていてとても良い演奏だと思うんですが、さらに、陽気なアザラシ感を出すために、2点ほど、ちょっとアドバイスさせていただきます。まず1つ目、テンポに関してですね、この曲「ライブラリー生き生きと」という指示が書かれているので、もう少し生き生きとした感じ、具体的に言うならばもう少しテンポを早めてみてもいいのかなという感じがしました、今演奏されているテンポだと、少し落ち着いた安定したアザラシの感じがあるので、もう少し元気な感じを出すために、少しばかりテンポを早めてみてもいいかもしれません、僕的にはこのぐらいがベストかなと思います。あまり早すぎてもあれですので、このぐらいのテンポで弾いてあげると、今よりも、少し生き生きとした感じが出るかなと思います。そして2つ目ですね、2つ目は強弱に関してなんですが、この曲はフォルテと書かれているので、もう少し、ボリュームのある音で演奏されてもいいかもしれません。フォルテといってもいろんなフォルテがあるんですが、この場合は陽気なアザラシなので、少し陽気な感じを出すために、明るめの音のフォルテという認識でいいかと思います。例えば柔らかい音で弾いてしまうと、テンポを、ライブラリーの速さで弾いたとしてもなんかあまり元気な感じが出ないので、音色を明るくですね、そして少ししっかりした音で弾いてあげると良いかもしれません。このような形で、少し明るめの音、そして少しばかりテンポを早めに弾いてあげると、今よりもより陽気な感じが、出るのではないかなと、個人的には思います。でもこれはあくまでも一つの解釈ですので、またいろんな解釈がありますので、今の演奏でも十分素晴らしいんですが、もう少し陽気なアザラシ感、陽気な感じを出したいのであれば、このようにですね、テンポと、強弱、また音色を少し変化させることで、陽気なアザラシ感がうまく出るのではないかなと思います。また疑問など質問などあればまたぜひご連絡ください。それでは今回のワンポイントアドバイスは以上とさせていただきます。ありがとうございました。いかがだったでしょうか？このように随時ワンポイントレッスン、またオンラインレッスン行っておりますので、興味のある方はぜひ概要欄の方のリンクからぜひお問い合わせください。僕のホームページ内のお問い合わせの方から送っていただけると直接連絡が来ますので、ぜひそちらの方からご連絡ください。それではまた次回お会いいたしましょう。